やめて、俺のせいし。愛するのやめて、それ一番気まずいでね、皆さん、はい、今日のみんなベロベロです。ベロベロです。おはよう、みんなベロベロ。ありがとう。みんなベロベロね。あれから時が経ちましたね、皆さん。楽しんでますか？はい、楽しんでます、僕たちは。僕とゆぴゆーと、リサさんは2回目からミカドリキアに殺される角度を込めて、腹を食ってきました。巻き込み事故や。ちなみに言うなら、さっきまで寝てましたよ。よいしょー。最高だい。もう僕は限界です。しょうがない。あのミカドリキアの機嫌を損ねたら最後この店にはいられないんですよ、結構ね、本当に。で、やっぱり気に食わないキャストをどんどん辞めさせていったせいで、ウルドラシル本店っていう店の成長はちょっとペースが遅くなっちゃってるんですけど、ミカドリキアが全部あるんです。それ、そんなこと言うとさ、本当に生まれるじゃん。セッター、セッター。全員ベロベロやな。やばい。早すぎて、もう一回早すぎて、もうペースがもうどっか行っちゃったわ。あれ今日お茶って聞いたんですよ。お茶？あ、多分お茶ないよ。あ、お茶ないです。ビールです。一番やばいね。やばいお茶がある。ユニバー。優秀だ、優秀ね。なやさんだから酒癖があまりよろしくない。ああ、そっか、飲んだらないの。だからあんま飲まないの。楽しいお店がある。見れるよ、じゃない。全然。あ、でもこの時間からだったらあんま見れないかも。カメラマンってブスなんだろうみたいなイメージはあるんですけど、どのカメラマンよりも一番イケメンと俺思ってる。そんな。そうっすよね、絶対に。はい。一番かっこいいんだから。こっちの全体行くわよ。あ、でも。うまっ、うまいわ。これこれうまっ、うまっ。やべえもんが入ってる。ここ入るから。俺の味で出てる。いや、別に俺はあれじゃない。かわいい、指かわいい。いや、ここは飲んだことある。だって、ユピが最初退院受けた時、俺が会長に、ブリギア、ブンデールで、オールで、うっす。先生聞けた。2回目来たよ。2回目来たよ。2回目来た時に、今日は飲ませないでって、もとっと。おかしいね。ここで飲ませすぎて。息を揉んでやれって言ったら誰？いろいろちゃんと話してくれなかったよ。やれよ。美容師さんもめちゃめちゃ飲まれるじゃないですか。赤ワイン。もう、バカバカ頼むんですよ。赤ワイン。普通と赤ワインと肉だけ。これマジで、これ飲むと体力がないから3回くするから。そうそう、肉屋さんに。本当に適当に話していくね。乗ってるから難しい。本当ベロベロで肉屋さんに飲まされて、俺ミノシュープレディスターとベロベロで俺も何とかっていうの死んでます。でユシ君がと俺が飲みに行ってやる。ユシ君にそれを言った時に、え、俺ユシ君平和で何回だよ。リキヤさんってこんなキャラやけど、実は自分の見られ方見られる。リキヤさんがなんか配膳してくれてる。ママみたいな。いや、これも、とにかく、なんか入れられてるから、気をつけてみたいな。飲む。飲む、自己責任だけど、これ。リキヤさん、もう、舌が超えてますだろ。これは絶対美味しいと思うんだけど、嘘。顔ね。で、めっちゃうまっ。マジでうまいよ、これ。うん。めっちゃうまいよ、マジで。ちなみに俺、店入って、一人だけチューした男がいるんですけど。あー、彼です。誰？誰？彼です。しかも、俺そのストーリー見たんだけど、めっちゃユピ嫌がってた。なんか今、3人出てきた。明日飛ぶんちゃうかな。フライアスさん、行こうよ。髪がどうして男見せてくれよ。男見せてくれよ。嫌そうな顔をする演じだから。いや、ガチで嫌がってた。仲良かったな、あの時からもうずっと。すいません、ほんとに。頼みすぎちゃう。なんでやんちょっと。頼みすぎ、お店じゃない。なんでそんな頼んでんの？ミサさんも出てきたよ。出てきたよ、あいつ。偉いよ。ウルドラシルグループ、レジンアトムで、いや、年間ナンバーワン取ってた。これなんだ？これなんだ？これが噂の、北京だから。クーパーか。の、車欲しい、車欲しいって毎日言ってるからね。お、これやっぱ、ユニバーサルスタジオジャパン。なんかね、だから、エリケさん、かけて。誰も探してない。ユニバーサル。
出てるよ。出ないっすか。出ないっすか。出ないっすか。エグゼル死んでた。エグゼル死んでた。まあ言うの。早速の遅い。やばいやばいやばい。早速が。気持ちよく、ね、気持ちよく寝てたのに、ラスクと直江さんからちょっと無限来て。でも大変だろ。でもエビ。初版では直した。俺は頑張って起きたんだよ。50万持ってかせん。ラスク行くよって言われて。俺もホテルにあの女10人連れてったんだけどさ、最近何だっけ、もう面白いそれ、面白い面白いそれ、酔っ払ってるから何でも面白いんだよ、ちょっと限界だって、うるせえな、ちょっと無理やりやったでしょ、ミカドンリキャのフォローしようとしたんだよ、ザキいいよ、大丈夫、あ、だからすごいウロン茶飲みすぎだよ、もうさ、ウロン茶なし、兄貴、ウロン茶、あ、ウロン、はい、ウロン、はい、ウロン、はい、待って俺じゃないよ、運転手が開けてたみたいな、運転手降りて絶対持ってんな、俺もスーツ系ローダーだけど、もうそれなんかね、なんか本当にめっちゃ金払わされてたそうそう、でも払いましたよ、まだ俺が死ぬぐらいだから、いやな、あれだけやばい、あれは絶対に、スピリタスとかさ散々流し込んでたけど、あれだけは絶対手出すなっていう死んじゃうさじゃん、そう、あれすごい倒れてる、急に、しかもその時ニコロもいたんだけど、ニコロも自分が死んだこと覚えてねえ、でも案外前だ、俺は2人が起きるまで待って、次の日ニコロに見せたって売れてましたよ、あーって言ったら写真見せてもらったら、このニコロさんは自分が死んだこと覚えてない、ヤさん大好きやったけど、ちょっと違ったかもしれない。ヤさんめっちゃ大好きだった。俺からしたらその量のテキーラ飲みの方がきつい。あっちもチャイニーズドラゴン。チャイニーズドラゴン。大丈夫。本当に大丈夫。量の問題でもあると思うけど。ナラさん、普通にさ、あの量は大丈夫。普通に怒っていいですか。ナラさんがちゃんと今ちゃんと死ねば俺終わったの。ちゃんと死ねよ。本当にそうです。本当に。ふざけんなよ。いただきます、いやヤクルトやだやだやだ、いただきます、いけよ、ラスク行くよ、はい、ラスク行くよ、よし、ほら、なんだよ、ほら、ちょっと待って、めちゃくちゃだ、これは大変だ、どうするよ、これで言っとくね、アフター組んでた女の子、誰とは言わないけども、女の子、ほんとごめん、無理、そんな脅しするの知らねえよ、お前のことだ、それ行け、ミッキー、ミッキー、すいません、飲みましょう、あ、俺もうマジでこれ以上無理だよ、まあ、自分のペース行くから絶対飲むから、それやめてやばいって分かってる、これ飲むと、あと、以来の存在なんですよ、じゃあ、なんで頼んだんですか、違う、いや、人参頼むんだったら、俺飲んでいかねえよって言って、もうまず言ってたよ、ちゃんと飲んだ時は大丈夫です、常に死ぬんすね、みんな大丈夫、一人2万ぐらい売って帰ろうって
俺金ある金ある俺金払うから帰っていい？金が薄いから全部なくなってるわ。2万置いて帰ろうぜ。俺ちょっと来てないの。死んでるって。死んでるって。なっちゃう。珍しい。もうしんどいってなってる。ありがとう。でナビはちょっとあの締めの更新してお前ね。いけるいけるいける。締めのさ。余裕いけるよ。スタート。更新してよ。どうでした？今回のこの。ねえどうでした？これに対して？死んでる。力屋さんに飲まされるの2回目やけど。もう飲まないから。池さんと。まあ。勝ったやつが。勝ったやつ。男気や。買ったやつ払いたい。おだぐみ、あげ、おだぐみ、じゃんけんちゃん、じゃんけん、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、うわしゃあ、くそー、おだぐみ、じゃんけん、じゃんけん、はい、やばい、やばい、ちいこーくん、ちいこーくんやろ、やばい、お世話です。はい、あぶねー、やったやった、だろ、ありがとうございます。今日は俺のおごりで。えいえいえ。あらって聞かれ。明日から頑張れよ。明日から頑張れ。伊佐くん結構それで、今日たまたまユウが来ないかと思ったから、大胆に呼んでもらったんですよ。マジで、本当に助けてもらって、お父さんの時も。で、今日もうレギュラーメンバー。ちょっとだけ飲んだよ。ちょっと聞いてます。それでも聞いてる。言いなすぎてます。はい、帰りたい。いやー、じゃあ、呼べる？行ってきまーす。はい、ありがとう。じゃあ、みんな。いらっしゃい。こんな店来ない方がいいぞ。お疲れ様。